はい、こんにちは、こんばんは、ボスコンクインちゃんのパパです。今日はね、普段ボスコンクインちゃんがいるところをね、お掃除している動画になりますので、よかったら最後までご視聴ください。ということでね、今日はね、以前もドンキで購入した、三脚を使って掃除していきます。で、スマホはね、ここに固定します。多分ね、ボス君は今のところから動かないけども、クインちゃんはね、クインちゃんはついてくるかな？どうでしょうか。ちなみにパパはね、こんな感じでね、暑いんで、タオルでね、顔隠しておりますが、ご了承ください。じゃあね、今から、普段ね、掃除している前もね動画にしたんですが、今日もね、ついでに掃除動画の掃除のついでにね動画にしたいなと。で、クインちゃんね破っちゃってます。これクインちゃんこれほら破ったらあかんで、はいば。今ねかなり暑い。今日はね、29度から31度ぐらいということで、まあね、クインちゃんボス君ね水は好きですが、ホースの水は嫌いなんで、水遊びできたらね水遊びしたいなと思います。とりあえずね掃き掃除します。やっぱね、ボス君のね毛がすごい。最近ねボス君のね、サマーカットしたりとかねしていたんで、毛がもうそこら中にね落ちています。よいしょ、暑いです。暑いな、くんちゃん。ボス君ねずっと日陰でね休憩しています。以前ね作った台もね掃除したいなと。まあね、週にね、最近暑いんでね、週にね2、3回ここ掃除してるんですが、いつもね毛が詰まってたりとかね、クインちゃんのおもちゃが詰まってたりとか、あと鹿の骨が詰まってたりとかねするんで、まあね、すぐ汚れちゃうところではあります。ちょっとこっから撮影しようかな。よいしょ。結構ね重たいです。もう汚いですが見せます。猫ちゃんのおもちゃがなんでこんなとこにあるのかな。鹿の骨と猫ちゃんのおもちゃ、これはねもう洗います。あとはね毛が詰まっております。よいしょ、熱いな。これちょっと置いといて。ちなみにパパね、見えるかな、そぎが刺さっちゃいました。先に抜けたいけども、先そうでしょうか。ボス君はね、ボス君、ボス君、なんかもう親父だらしない親父みたいです。あっちマジかいいぜみたいなね。ボス君ライオンカットしたけど、前も切ってあげた方がね涼しいんですよね。なあ、またそれはまた考えようか。ということでね、とりあえずね今からね、音声聞こえてるのかな、パパの向こうに行った時の音声が。ちょっとアップにしておきます。よいしょ。掃き掃除終わりで、今からね、洗剤とね洗剤と、水で洗っていくんですが、ちょっとねそぎ刺さったとこ痛いんで、さっき抜いていきます。一旦ワープします。よいしょ、はい、ボスどいて、ボス、はい、どいて、今ねそぎをね抜いてきました。5分くらいかかってね、結構痛かった。あっち入れてる、血が出てる。まあね、水で流してね、ね、ボス君。で、今からね、掃除の続き。よいしょ。よっからちょっと、ここにね、またカメラ固定して、撮影していきます。ちゃんと映ってるかな？まあ、今日はね、一日掃除動画かな。よいしょ。で、まあね、バケツの水ね、クインちゃん飲んだ水ね、まあ、ここ掃除するんで、このまま、流します。で、ちょっと動かします。ここの水もね、こうやってすくってね、全部出します。先にこっちしますね。
よいしょ、ちゃんと映ってるのかな、全然わからない。ボス君がカメラマンになってくれたらね、いいんですが、ボス君にカメラマンは無理かな。よいしょ、よいしょ、クインちゃんがね逃げております。よいしょ、で水はねとりあえずどうしようかな、とりあえずここ置いてきます。映ってるかな、よいしょ。でとりあえずね、今日ね窓と玄関ね、いつものところ掃除したいなと。よいしょ、クインちゃんがねガレージの上に、あ、ガレージちゃんは玄関の下に逃げてた、ガレージの下に。よいしょ、大丈夫なんですが、クインちゃんね背が高いんで、こうやってねタッチした時に結構ね高いところまで汚れます。
よいしょ。見てるのかな？普段からね、そんながっつりしんくてもね、今みたいな感じで適当にね、まあ、パパパッと掃除しといたら、正月とかね、大掃除しなくても大丈夫。綺麗やな。目が汚れてんだ、くんちゃん。ほら、お目が汚れてる。あっつい。と思うんで水入れてきました。ボス君ね、撮影してきます。しばらくね、まだちょっと掃除するんで、ボス君ね撮影しとくんで、よかったらね、ボス君、寝ているボス君をね、見といてください。はい、じゃあね、掃除してきます。
よいしょ。ちょっとね、今多分ね、早送りで編集してるのかな。はい、ということでね、続きはね、明日、長々と動画になってしまうんで、明日ね、続き見ていただけたら嬉しいですということで、いつもボスコンコインちゃん見てくださってありがとうございます。またインスタグラムでもお待ちしておりますので、渡辺ボスで検索よろしくお願いします。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。素敵な夜をお過ごしください。